皆さんおはようございます。今日は少し暖かいですね。先週は本当に、寒くて、震え上がりましたが、平年並みだったそうですから、やっぱりだんだんこう、ね、暖かくなってきているので寒さに、立ち向かう力が弱ってるなという感じがしますけれども、今日もこのようにですね、皆さんと共に礼拝ができるという恵みを心から感謝しております。今日は教会を築くというテーマでお話をしたいと思います。今年の教会のテーマは築くという、ね、作る、ビルディングということでありますが、1月の第1週は祭壇を築く、神様の前に礼拝をする、その礼拝の場、また礼拝をしていくということをですね、まず確立する必要があるという話をしました。先週は教会を築く、私たちは皆教会の一員であります、一部でありまして、教会全体が成長していく中で私たちも成長していくんだという話をいたしました。そして今日は神の国を築くということなんですが、神の国という言葉はですね、福音書を中心として、何度も出てくる言葉ではありますし、特にイエス・キリストがですね、その宣教の活動の最初に口にされた言葉なんですね。悔い改めよ、天の国は近づいた、神の国は近づいたと言われまして、キリストのメッセージの中心でありました。イエス・キリストの教えの中心がこの神の国ということであったわけですね。しかし、じゃあ神の国って何ですかと聞かれてですね、すぐ答えられる人はあんまりいないと思います。聞いたことはあるし、神の国って神様の国でしょうということですけれども、じゃあ具体的にどういうことなのですかと聞かれてもですね、なかなか説明は難しいわけですけれども、しかしとても大切なテーマであります。で、今年のこの気づくというシリーズの中で、何度かお話をしてまいりますけれども、今日はちょっと、その入り口というか、最初に全体的なお話をして、見たいと思うんですけれども、最初にですね、その、神の国について記された聖書の言葉たくさんありますけれども、ルカによる福音書17章のですね、言葉を読みたいと思います。ファリサイ派の人々が神の国はいつ来るのかと尋ねた。イエスは答えて言われた。神の国は見える形では来ない。ここにある、あそこにあると言えるものではない。実に神の国はあなた方の間にあるのだ。ファリサイ派の人たちが神の国はいつ来るのかと、イエス・キリストに尋ねた。イエス・キリストが神の国の話をしておられたので、神の国が来たとか来るとか、そこにあるとかあそこにあるとか言っているけれども、いつ来るのかという質問をしたわけですね。彼らはこの神の国ということについてイエス・キリストとは違う、考え方をしていた。で、キリストはそれに対してここにあるとかあそこにあるとか言えるもんじゃないんですよと、あなた方の間にあるんですよという、ちょっとこう意味深な答えをなさいました。で、神の国とはですね、何なのかというと、一言で言えばこれは人の国ではないということですね。実に当たり前のことなんですけど、人の国というのはつまり人間が作り出した秩序や価値観や法則、私たちがこの暮らしているこの社会は、まさに人の国であります。それに対して神の国というのは神の秩序、神の価値観、法則に基づくところの社会のことです、あります。ですから国というより社会と言った方がいいかもしれませんが、神様はこの世界を
お作りになりましたけれども、これを人間にお任せになったわけですね。そして人間はご存知のように、神の思いから離れてしまいました。神の願い、神の目的からそれてしまった、まあ、罪を犯したわけでありますけれども、その結果として自分たちで考えて、自分たちが良かれと思い、自分たちが、進歩であると思い、自分たちが幸せであると思う、そういう社会を作ってきたわけですね。まさに人の国を作ってきたわけです。でもその結果として、今いろんな問題がですね、世界中で、起こっています。それはもう人間のコントロールできないレベルの環境の問題や経済の問題、また戦争、さまざまなですね、歪みというか問題を生み出してきているわけですけれども、これが人間の国であります。それに対してイエス・キリストは神の国が到来したと言われたんですね。で、この神の国というのは一言で言えばイエス・キリストの到来によってもたらされた神の支配する国であります。神の秩序、神の価値観、法則によるところの社会であります。で、国といってもさっきもちょっと言いましたけれども、政府とか地域とか政治とかそういうことではありません。これはあくまでも人と人との関係のことなんですね。まあ、人の集まりと言ってもいいでしょうか。ですから神の国は、地域を超え、人種を超え、言語を超えて形成されていきます。人と人とのつながりの中にこう生まれてくるわけですね。でも人間の国とはそうじゃないですよね。こっからここまでとかね、この国の国籍を持つ人とかですね、この法則を守る人とかっていうのが人間の国です。でも神の国は人と人のつながりの中に生まれてくる。でもその大元はどこにあるかというと、今イエス・キリストにあるわけですね。キリストによってこの神の秩序であるとか、神の価値観であるとか、神の法則であるとかっていうものが、本当の意味でもたらされ、教えられ、たわけであります。で、神の国には神の国のパラダイムがあります。さっき第一礼拝でパラダイムという話をした瞬間に、なんか嫌な雰囲気が流れて、何それみたいな、感じで、私も一生懸命説明したんですが、ちょっと前に流行った言葉ではあるんですけどね、もともとはこれ科学の領域で使われた言葉でありますけれども、こう下にちょこっと、解説があるんですが、ある時代に支配的な認識の体系、枠組み、規範のことであります。ある時代に支配的な認識の体系、枠組み、規範、例えばこの時代、まさに21世紀のパラダイムというのは、例えば科学全盛ですね、科学的に証明されるということが真理であるという、これはパラダイムなわけです。でも例えば中世ヨーロッパにおいてのパラダイムというのは、聖書が真理である、聖書が言っていることが正しいんだという、そういうパラダイムを持っておりました。例えばですね、その時代その時代にやはりこう支配的なものの考え方みたいなのがあるわけでありますけれども、神の国には神の国のパラダイムがあるんですね。神の国のものの考え方があります。例えば神の国の価値観というのは、この神の国のパラダイムはまさに三条の水訓に、歌われ描かれているものでありますけれども、あの三条の水訓の至福の教えというのがありますね。あれは神の国の憲法とも言われておりますけれども、神の国の価値観なんですね。どういう人が幸せかと、どういう人でどういう状態が幸せかと、どういう社会を作るべきか、私たちはどうあるべきかということを三条水君のあの至福の教えは述べているわけですが、それは心の貧しい人は幸いである、悲しんでいる人は幸いだと、柔和な人は幸いだとか、憐れみ深い人は幸いだ、心の清い人は幸いだ。で、そういうこの幸せ感というか価値観というのは、人の国の価値観とは
違うものですよね。心は豊かな方がいいし、もちろん豊かな方が、物も豊かな方がいいし、悲しんでる一人は喜んでいた方がいいしですね、迫害されてるよりは迫害されてない方がいいし、優しい人が幸せかと言われると、まあそのような気もするけれども、どっちかというと冷酷な人の方がうまくいったりすると。だから、この国の、人の国の価値観と神の国の価値観は違うんだよということをイエス・キリストが最初にポーンと言われたわけです。そして、その価値観に基づいて、私たちはどう生きていかなければならないのかということが、その後の教えの中に記されているわけであります。例えば兄弟をバカ者呼ばれしてはいけないとかですね、みだらな思いで、他人の妻を見るならばそれはもう十分姦淫だとか、どこを刺しても誓ってはいけませんとかね、復讐するなとか、敵を愛しなさいとか、施しをするときは人に見られないようにしなさいとかですね、それまではこのもう規則に書いてある通りやってればそれでいいんだと言われていたんですね。そういうユダヤ人のパラダイムがあったわけですけれども、それに対してイエス・キリストは書いてある通りやったからといって何の意味もないんだと。そうじゃなくて心が大切なんだ、あるいは動機が大切なんだ、どういう思いでやっているか、どういう思いで生きているかということを神様は見てらっしゃる、そういう新しい秩序を持ち込まれたわけですね。のが神の国のパラダイムなわけです。そして神の国の優先順位ということをその中でもおっしゃってますね。まず神の国とその義を求めなさい、何よりもまず神の国と神の義を求めなさい、そうすればこれらのものはみんな加えて与えられると。これらのものというのは何を食べようか、何を飲もうか、何を着ようか、人の国ではそっちがまず最初で、それがうまくいったら神の国のことを考えよう、神の義のことを考えようということになるわけですが、そうじゃないんだと。それは後回しだ。まず神の国とその義を求めることが大切だ、まあ、こういうふうなですね、この、価値観であり秩序であり、生き方であり優先順位であり、まあ、そういうものを全部ひっくるめて、まあ、パラダイムというふうに言うわけですが、イエス・キリストがもたらされた神の国のパラダイムは人の国のパラダイムとは全く違うものでした。ですから人々はまあ驚いたわけですね。で、そのキリストによってもたらされたこの神の国のパラダイムに、まあ最初は弟子たちが加えられて、そして、キリストを信じる人たちがまさにこの新しい神の国のパラダイムに加えられていくわけですけれども、でもそれはあまりにも今までのものとは違ったので、この神の国に入るためには子供のようにならなきゃいけないよってイエス・キリストはおっしゃったんですね。あれこれ理屈をこねてたら絶対入れない。頭の中で考えたら、こう心の貧しい人は幸いだとか貧しい人は幸いだとか言われてもすんなり受け入れられるはずがない。悲しむ人は幸いだなんてそんなバカなことはない、喜んでる人の方が幸いに違いないじゃないか。下手に大人になってみるとそのイエス・キリストがもたらされた神の国のパラダイム受け入れられないんですね。だから子供のようになりなさい、つまり私がこうだと言ったこと、キリストがこうだと言ったことをすんなり受け入れる気持ちが大切ですよと言われているわけです。あるいは貧しくなりなさいと言われました。はっきり言っておく、金持ちが天の国に入るのは難しい、まあ、不可能だと、ラクダが針の穴を通るより難しいと言われました、だから日本でイエス・キリストを信じる人の数が少ないんですね。金持ちですからこの国は、もう間違いなく、こんなに豊かな国はありませんからね、世界において。先ほどもエチオピアの話が出てましたけれどもね、まあ、正直とても人間の食べるようなものには見えませんよね。でもあれを一日に一食食べられるかどうかであると、本当にああいうのを見るたびにですね、心が痛みますけれども、まあ、豊かであるということは実は非常に貧しいことだなということを思いますね。逆に言えば
幼稚園の子どもたちが一生懸命日本のために祈っている。貧しいということによって実は心の豊かさを手に入れている、霊の豊かさを手に入れているんだなということを思いますけれども、またヨハネによる福音書の3章3節にははっきり言っておく、人は新たに生まれなければ神の国を見ることはできないと。新たに生まれなければダメなんだ。ニコデモという立法学者がイエス様のところに来て、どうすれば永遠の命を手に入れられますかと聞いたんですね。彼はどうすれば手に入れられるか、自分はあれもしてるこれもしてる、次はどうしたらいいでしょう。キリストがあれもしてるこれもしてる、次どうしようかなと考えちゃダメだと。もう根底からあなた自身が新しくならなきゃダメなんだ。新しく生まれ変わらなきゃダメなんだ。それが神の国に入ることなんだと、そうおっしゃったんですね。神の国に入る、神の国というのは何かこう私たちが持っているものに付け加えて、付け足しで手に入れられるものではないと。根底から変わらないとダメですよというふうに言われたわけであります。その神の国に、私たちは、何とか入れていただいているわけですけれども、でこの神の国をですね、築いていかなければなりません。これを拡大させていかなければならない、縮小させてはいけません。これを拡大していかなければならない。どうすればじゃあ神の国を私たちは築いていくことができるのかというと、まずこの神の国のパラダイムを身につけることが大切です。イエス様は教えられたんですね。ただ実行されただけではなくて教えられました。さまざまな方法で神の国について、特に例え話を多用して教えられました。神の国とはこういうものだよということを分かりやすく教えてくださいました。それは何のためかというと、私たちが持っているこのパラダイムは人の国のものなので、それを引きずったままでは神の国に入ることはできない、神の国の国民たることはできないから、まずあなた方の持っているこの頭の中身を切り替えなきゃいけない、全く新しくしなきゃいけない。そういう意味でイエス様は教えてくださったんですね。でその教えを、それこそ耳にタコができるぐらい聞いて学ばなければなりません。私たちは人の国にどっぷり使ってますから、もうここまで、もうこの辺まで入ってますから、もうほとんど、使ってますからね。だからこの人の国の価値観であるとか、人の国の秩序法則、これが間違っているというわけではないんですけれども、この人の国の作り出したもの、これは人間を正しい方向には導いていかないんですね。全ての世界全体を正しい方向に導いてはいかないんです。それを21世紀の人類は理解しなきゃいけない。認めなきゃいけない。でもそれがなかなか難しいんです。自分たちにやってきたことは正しいんだと。でもそうではなかったということが、分かってるわけじゃないですか。さまざまな領域においてね、それが分かってきてる。でも必死で何かこう上塗りしてるというかね。私たちは人がどうすれば幸せであるのかということを実は知ってます。イエス様がおっしゃって、教えてくださった。神の国のパラダイムを手に入れてるんですね。でも人の国のパラダイムに支配されるから、まずこの神の国のパラダイムを身につけていかなければなりません。いつもリフレッシュして、神の国における幸せとは何か、優先順位は何か、神の国の民はどう生きるべきかということを言い聞かせていないとですね、非常にこれは身につけることは難しいものですから、いつも人の国のパラダイムに私たちは動かされるので、影響されるので、パウロも心の一心によって自分を変えなさいと言いましたけれども、イエス様も先ほど言いましたが、ニコデモに新しく生まれなきゃダメだと、それぐらいのものだとおっしゃったわけですね。そして神の国の国民として生きていくことが大切で、神の国の国民は実行する人ですね。アガペを、一言で言えばアガペを実行する人です。アガペを実行する人です。敵を愛し自分を迫害する者のために祈りなさいとイエス・キリストはおっしゃいました。
これは神の国のパラダイムですね。敵を愛しなさい、敵を好きになれとは書いてありませんから安心してください。好きになれないから敵なんですから、敵をやめなさいとも書いてないです。敵は敵ですからどうしようもないんですね。だけど敵のために迫害する者のために祈りなさいと書いてある。だから愛するというのはその人のために最良のことをしてあげることです。これが愛ですね。愛するということです。心の底から好きになることでは、まあそうなれればいいですけどね、そういうことをイエス様おっしゃっているのではありません。実行しなさい、愛を実行しなさいと言われているわけです。施しをするときは右の手のすることを左の手に知らせてはならない。もしそれがバレてしまったらもう神様から報いが受けられないよと言われたんですね。この世のというかこの人の国におけるご褒美をもらっちゃダメだというのがこれ神の国のパラダイム。私たちはこの人の国でご褒美をもらいたい、認められたい、名誉を手に入れたい、称賛されたい、報いを得たいと思うじゃないですか。人の国とはそういうものですから、それは違うんだと。人の国でバレないことが神の国では称賛に値する。人の国では誰からも認められないことの方がむしろいいんだと。なかなか難しいですよね、それはね。難しいと思います。でもそこがまさに人の国と神の国のパラダイムを生きるということなんです。ああ、誰にも知られなくてよかった、誰からも認められなくてよかったなと思えることが大切なんですね。そして、マタイの福音書の13章に、天の国はからし種に似てる、まあ、神の国というのはマタイの福音書には天の国と書いてあるんですね。同じことです。天の国も神の国も同じことですが、天の国はからし種に似ている。人がこれを取って畑にまけば、どんな種よりも小さいのに成長すると、どの野菜よりも大きくなり、空の鳥が来て枝に巣を作るほどの木になる。なかなか、謎めいた例えですけどね。からし種に似ている、天の国なんてこんなクズみたいなちっちゃいやつのことかというと、まあ、そういうことではもちろんなくて、持ってるだけじゃダメだということです。これはいいですか。天の国、神の国の教えを頭の中で分かってるだけじゃダメだと、実行しなきゃダメだということなんです。まくというのはそういうことなんです。この天の国の教えを実行してみなさいと。そしたらそれは自分たちが知らないうちに大きく成長するんだと。その影響力は計り知れないものなんだ。こんなことやって何になるかと思うかもしれないけれども、とんでもないんだと。神の国の法則を、神の国の教えを実行するというのはものすごく大きな力があるんですよと。だから諦めずにこの神の国の教えを巻いてみなさい、実行してみなさいということです。神の国はパン種に似ているとも書いてありますね。パン種なんてあるのかどうかもわからない、まあ、金ですからね。だけどそれはわずかでも大きなパンを練ったやつをですね、膨らませることができると。だから私たちがやっていることはわずかなことかもしれないけれども、その影響は大きいんですよということなんですね。で最後に、神の国において一番大切なことは悔い改めることなんですね。まあ、今日はこの悔い改めるということについて悔い改めていただきたいと思います。イエス様の最初にも言いましたけど、宣教の第一声は悔い改めようなんですね。悔い改め、これが第一声です。皆さん悔い改めるって言われるとどういう気がしますか。悔い改めなさいって言われるとごめんなさいっていう感じで、なんかね、悪いことしましたみたいな感じになります。でもちろんそういう意味もあるんですね。日本語で、まあ、悔い改める、罪を悔いて行いを改めるというですね、訳語があるので、なんかすごい懺悔とかね、まあ、私も教会の牧師であっていいと懺悔するとこあるんですけど、必ず聞かれるんですけどね、
うちにはないと私は言いません。ありますか、来なさいって言うんですけど、来た人はおりませんけれども、悔い改めるというのはですね、実はもともとの意味はここに、私のギリシャ語の先生の小田明先生の辞書に書いてある定義をそのまま載せてるんですが、心を変える、考えを変える、人生における考え方の根本をすっかり変える、目的、意図、決意を変えるという意味であります。メタノオ、名詞でメタノイアなんですけれども、というギリシャ語ですけれども、メタというのはですね、いろんな意味があるんですが、動詞とくっついてメタなんとかって言った時にですね、こう大きな変化を表す場合があります。もともと with 一緒という意味なんですけれども、メタアゴーというと引っ越すという意味なんですね。誰かと一緒に行くという意味ではなくて、ちょうどなんというかこう舞台が、全く入れ替わる、新しい次元になるというような時に使う言葉です。で、脳というのはですね、メタ脳、脳ですが、これは考えるとか、思うとかですね、思考とかそういう意味なんです。つまり、思考がすっかり新しくなるという意味なんですよ。この悔い改めて訳されている言葉は。だからイエス様が悔い改めなさいと言われたのは、あんたはひどい罪人だから罪を悔い改めてそれからおいでと言われたことではどうもないようです。むしろあなたの頭の中身をすっかり変えなさいという呼びかけだと思うんです。それだと悔い改めなさい、悔い改めの天の国は近づいたっていうのがね、すごくわかりやすい。頭の中身にすっかり変えないと、天の国がせっかくここまで来てるのにあなたはそこに入れませんよと。天の国に入りたいんだったら、あなた自身のこの思考を、ね、考えを、心を根本から変えなさい。根本から切り替えない。小手先で、あれこれ付け足してもダメだと、ね、根本から変えていかないとダメだ。そう、イエス様はおっしゃったんだと思います。あるいはですね、視点を変えるというふうに、言ってもいいかもしれません。メタノイアですね、ものの見方を変えなさいというふうにも言えるかもしれませんが、とにかくですね、神の国に入る、また神の国の国民であるためには、私たちは常にメタノイアが必要なんですよ。いいですか。この悔い改めよっていうのはですね、1回2回で済むことじゃないんです。もう毎日の、これはイエス様からの命令だと思ってください。毎日そう呼びかけられてると思ってください。朝起きたらメタノイアって言われてる、メタノイア、毎日メタノイアなんだと。なぜかというと、私たちは毎日人の国で暮らしてるからなんです。毎日人の国の影響をどっぷり受けてるからなんです。だから常にメタノイアしておかないと、ね、せっかくこの素晴らしい神の国の国民であるにもかかわらず、この神の国の国民のである喜びを感じられないんです。神の国の国民としての喜びを私たちは味わうべきなのに、人の国の喜びを味わうとするんですね。人の国の中の価値観に左右され、人の国の順序に従って生きようとするから、失敗したりがっかりしたりうまくいかなかったりするんです。いや、メタノイアしないといけない。私たちは神の国の国民、天の国の国民である、天の国の価値観であり、天の国の秩序の中で生きていかなきゃいけないんです。神の国の優先順位があるべきでしょう。でも人の国に影響されるからメタノイアなんですよ。今日も全部忘れていいですから、メタノイアだけ覚えて帰ってください、ね。メタノイアって覚えにくいかもしれませんけどね、
私もなんかいろいろ語呂合わせ考えてたんですけど、やめました。なんか正月からダジャレがついてるので、やめました。メタノイアね。まあ、悔い改めるというのが、まあ一番適切な訳ですけれども、まあ心を変えるという、まあ小田先生の訳を、当てはめてもいいかなと思うんですね。イエス様が宣教の第一声に、心を変えなさいと。心を変えなさい。天の国は近づいた。心を入れ替えなさいって言うとなんか、またなんかこうね、真面目になりなさいみたいな感じになりますから、そういうことじゃないんですね。神の国は、私たちの中にあります。あなた方の間にある。ね、そして私たちのほんの小さな、この神の国としての、の国民としての行動が、それはやがて大きな気になるほどの影響を持っています。いや、そんなことやっても意味ないよ、無駄だよ。と、人の国は言ってくるんですね。ああ、あなたはなんて不幸な人なんでしょう、悲しい人なんでしょう。って、人の国は私たちに言ってくるんです。でも違うんです。神の国において、あなたは幸せな人です。神の国において、あなたのしていることは価値のあることなんです。神の国において、あなたの選んでいることは正しいことなんです。そう、いつも、思って、つまり私たちがメタノイアしていくことが神の国を築いていくということになるんだろうと思います。お祈りしましょう。天の父なる神様、皆を心から賛美いたします。イエス・キリストは神の位を捨て、私たちのこの罪の支配する人の国に神の国をもたらしてくださいました。私たちにその国に入ることを許し、またその国の国民であることを許していてくださることを感謝いたします。しかし私たちは人の国にいつも影響され、また振り回されていることを思います。どうぞいつもイエス様の呼びかけを心に聞いて、悔い改めなさい、心を変えなさいと、その思いで与えられます一日一日を生きることができますように。そして必ず私たちを通して神様は働いてくださると信じます。神の国は必ず拡大していきます。神様、どうぞ私たち一人一人、あなたに選ばれたこの神の国の人民をお持ちくださるようにお願いをいたします。イエス様の御名によって祈ります。アーメン。